亀梨和也、2年間コンビニに行けなかった、のぶた、時代の葛藤にスノーマン目黒蓮も共感。カトゥーン、亀梨和也が、11月15日公開の自身の YouTube チャンネルで、ゲストのスノーマン、目黒蓮と人気が出ることの葛藤を語り合った。亀梨は、恋バナ、後輩目黒と恋愛トークをしたら、ダサい、と言われてしまいました、の中で、昨年放送のドラマ、サイレント、フジテレビ系、で俳優として大ブレイクした目黒に、環境変わったでしょ、と質問。目黒は、かつてはネットでエゴサーチしていたこともあったが、サイレント、以降、一切できなくなりました、と告白、いい、意見、とか悪いとか関係なしに、自分がこれだけ多くの人に知られているんだなっていうので、自分の心のスピードがずれた瞬間があった、と戸惑いがあったという。亀梨も同じ経験があり、俺、まさに、青春、アミーゴ、とかの時期って。と、2005年放送の山下智久と主演したドラマ、のぶた。をプロデュース、日本テレビ系、の時期を回想。